手なし山山頂もう一度登ってきました。これからですね、駐車の方に下っていきます。駐車の方に下るゲレンデはですね、すべて上級のコブコブゲレンデなんで、今回はですねスイートコースの迂回コースを下っていくことにしますね。はい、ここら辺、パラダイスゲレンデですね、手なし山山頂の、パラダイスゲレンデ、結構広いんで、ちょっと迷子になりやすいんで、これから、滑り降りていってみますね。はい、あもう一つ、こちらの方に、駐車の方から登ってくる新設のですね、ペアリフトがありますね。はい、それではですねスイートコース目指して、降りていってみましょう。途中ですね、駐車ゲレンデ、上級ゲレンデの入り口もですね、ご案内しますね。そこまで、降りていかないように気をつけてですね、中級の方ですね、中級以下の方は、そこまで降りていかないようにですね、気をつけていきましょう。はい、ここを行きますとですね、駐車ゲレンデの入り口になります。はい、この先は上級コースですね。はい、今日は非常に晴れているんで、ここからもですね戸隠連峰が最高に見えますね。はい、ここの高妻山からですね、それから、こちらの、アルプスまでですね、最高によく見えますね。はい、ここのところですね、実はですねスイートコースの入り口はこちらの方にあります。はい、でもうちょっと降りていってみましょうね。はい、この正面がですねフレッシュコースですね、これも上級です。そして、こちらがですね、駐車ゲレンデ下るですね、上級コースの入り口でもありますね。はい、そして、ここに降りていかないようにしてくださいね。はい、パラダイスゲレンデのに戻ってきました。はい、この先がですね、白樺コースへの入り口ですね。はい、で こちらがですね上級コースですね。はい、はい、ここのところがですね、スイートコース入り口です。はい、ここを降りていくと駐車になります。それでは降りていってみましょうね。はい、はい、スイートコースといってもやはりですね中級の林間コースですね。はい、ここのところもですね、ここら辺からですね上級コースが始まっています。はい、スイートコース林間のですね、フラットな番が続いてますね。あ、ここで急カーブですね。はい、あんまりスピードで出してくるとですね、ここで曲がりきれずにコースアウトしてしまいますね。はい、はい、ここからもですね、シルバーコースに出ることができますね。はい、かなりきついですね、傾斜、きつい番ですね、傾斜のきつい番です。戸隠山が綺麗ですね、今度もね。はい、というふうに見とれていると、こちらの方にですね星水ゲレンデ、駐車ゲレンデの、分岐点がありますね。こちらはですね、先ほどのシルバーコースの入り口になりますね。はい、ここからはですね、ちょうどシルバーコースのちょっと狭いところをですね、降りてきて、ずっとここから広くなっているところですね。はい、ここからですね、ゲレンデ下に合流していきますね。はい、ほとんどコブコブであると思いましたら、ここはですね綺麗に整地されている上級コースですね。あの番だけがきつくって、途中からですね結構緩くなってきてますね。はい、でここら辺から、まあ、初級中級レベルの傾斜になっております。